先生、結城先生の先生も個展に行かれたというあ、こ行きとました、行きました。で、ちょっとご感想をいただいてもいいですかね。自分が行ってた時はですね、この、青楓とかさざなみ、さ、えーと、さざめき、とか、とかで、もう売り切れてましたね。で、弓香先生の、モデルの子、この辺はまだあって、この方は中国人のモデルの方らしいんですけれども、自分が行って、この晴れ間とですね、雪曇りが並んでるんですよ、展示でですね。で、両方とも季語でもありますし、俳句だけではなくて、その和歌とかにもよく使われる用語ではあるんですね。だその結城先生も意識して並べられてると思うんですが、その絵画展に行ってるにもかかわらず、和歌が編纂された、古典に、いろんな和歌集が現存してあるんですけれども、「古今和歌集」にしても「新古今和歌集」にしても、必ず部立てって言って、その配列がしっかりとされてるんですね。ここもでこの絵もそうで、その元にその季語も使われてるし、その晴れ間の横に雪曇りがあってみたいな、こう対照対をなすような配列の仕方をしているんで、こう全体としてですね、こう壮大な和歌集を読んだ後のような、そういう感あのなんですか考えを得た、季語なんです季ね。語なんです。あ、これちょっとすみません、季語をちょっと説明していただいてもよろしいですか？いや、晴れ間ですよね、その梅雨の晴れ間で、梅雨の時期、あ、梅雨の時期の季語なんですね。じゃあ、ということはこれ初を夏、初夏ですね、初こ夏でれ。す。ああ。で、雪曇りは冬ですよね。その配列があって、青楓は青楓で、夏なんですけども、こう並んでるんですよ、季節ごとに。元の、意識され、結城先生が意識されている和歌なんかもちょっと展示はされているんですが、和歌集を読んだ後みたいな、同じ、芸術鑑賞なんですけど、その同時に絵画を見ると同時に和歌集を鑑賞したみたいな、2つおいしいみたいな。もうこの作品展そのものが一つの和歌になってる和と。歌集になってる。和歌集になった。で、それ、結城先生に申し上げたら、非常に喜んでくださいました。ずいぶんこう細部に至るまで気を配ってるんですね。結城先生は古典大好きなので、古典に造詣深いですし、アニキャットムービー立ち入り、よろしくお願いおし願いましす。ます。お願いします。